すでに、はい、結構いっぱい来てるんですよね、ワンさん。もう来てました。70から80ぐらい来てまして。やべえ。やべえやべえ。一応時間あのケツがあるのでやっぱ全部を紹介するのはやっぱ物理的に不可能なのでそこはちょっと厳選して、いやそうね、あのよりラジオっぽいものを提供できたらなと思ったので、いいね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 、厳選させていただきましたそれでですね、一応ちょっとやっぱり紹介できたらと、うん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 、紹介できたらと思ってるので、うん、あの一番最速で届いたのが3人の画像を、はい、あの送ってくれたんですよ、描いたイラスト、はい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 、はい、イラストヤフーになんと3人仕上げてくださっていて、めちゃくちゃ出来が良かったので、はいはいはい、あの動画にしたのでちょっと動画2人にもね見てもらって、なんか華々しくデビューみたいな、はいはい、いいね、そうせっかく送ってくれたから動いた方がええやろと、確かに、はい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 、ということで、そんなことできるんですか、作らさせていただきましたので、あらちょっと2人に初共有になります、うんうんうん、よかったら一緒に見てくださればと思いますので、じゃあちょっと流させてもらっていいですかね。はい。じゃあ流させていただきます。はい。はい、ということで。いや、ちょっとちょっとちょっと。はい、いいでしょ、人に孤独のグルメだの、おまおじの方は何なの、え、何、俺は何、やっぱり何かしら謝る前提のあれ、これ示唆してるってこと、え、ちょっと、またなんか文句、あ、文句じゃなくて、意見意見これを文句と言われると独裁が始まるんですけれどもイラストめちゃめちゃいいんだけど、肩書きの方に目が行くんですよ、どうしても、うんうん、ちょっとそうですね、僕はイラストの方に目行きましたけどねちょっともう一回じゃあ見てみようか、一応そうそう、見ましょう、ちょっと流せれるからね、こうやって、まあ清楚系、これもまあちょっとおかしいけど、え、なに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 、ちょっとまあちょっとおかしいけど、あ、本当、あ、違和感はあるけど、まあいいでしょう、横切り抜きあんまり好きじゃない、あ、違いますね、視覚的違和感じゃないですね視覚的違和感ではないんですけれども、ちょっと何言ってるか分かんないけど、じゃあ次いきますか、まあいいですいいですいいです、で次がね、工藤丸ってね、こうめっちゃ可愛いでしょ、このイラスト、尻尾ついてんだよ、これは、まあ、絵はいいですね、絵はいいでしょう、ね、超表情も可愛くない、いや別になんか人狼界のグルメとかで、うん、なんか丸く収まりそうなもんですけど ね、確かに確かにね、リアルっているからもリアル孤独っていらないの5文字入ってるし、そんな気に食わないか、そうか、なんか純度真っ白には感じないな俺はうん、なんかちょっとなんかちょっとそうね、ちょっとあるよね、ちょっとそっか、でもまおじがこんな感じでどっちがいい迷ってる、僕もポストクロちゃんかナダル目指してるかどっち、いやだからもう なんならもうこれが正解なんよ、兼ねてんのよクロちゃんでありナダルでもあんのよ俺だからまあ正解っちゃ正解なんやけどそれを認めてしまってああそうかとは言えない、俺自身からはそりゃそうだよなとは言いづらいですよ、そっか、どっちがいいのかなっていうので揉めてんのかと思ったけど、そういうことか、そうですよ、これを良しとしてできないですよ、これ書いていただいた方もちゃんとバーガー食って謝ってるっていうね、まあもう謝ってる時点でそうなんかなやっぱイラストいいな、世論的にはそうなんかな、超いいよねこれ、これ何もおまおじの情報知らん人がこのイラストだけ見たらどういう感情なんやろと思うやろねご飯食うて泣いてるでと思ってちょっと貧乏なのかなみたいな確かに確かに食に対する感謝ねなんかケイさんとの温度差がちょっと気になるな、温度差、清楚系 YouTuber とかなんかが書いてあったからな、あーそうかそうか、あんまり2人の中でこうあこれだーってピンってこなかったみたいな感じ、いやまあピンと肩書きがね、肩書きがね、いや絵は素晴らしいんですけれども、そうかそうか、2つながね、まあじゃあ一応もしかしたら2人のことだからピーピー言うかもしれんと思ったのよ僕もピーピー言い方、まあまあさえずるだろうなと、どうせさえずってくるだろうなと思ったから、はいはいはい、一応ね別バージョンも用意したのよ、うん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 、そっちならいいんじゃない、あ、うん、なるほど、ちょっとそっち流させてもらうね、はいはい、うん、ピンとくるんですね、そっちピンとくる、ピンとくる、すっごいしっくりくる、じゃあちょっと流していきます、はい、
はい、ということで、まあ、いやこれ違うじゃんこれ、まあ、いや変わっちゃってるじゃん、まあまあ、もう別物になってますけれども、ね、いや完成度高いね、いいね。え、何、なんかもう一個ある、ちょっと工藤のところが気になりすぎたかな。ビアムって何ます。ま、じゃあちょっともう一回見てみようか。工藤のところ気になりすぎたんちゃうこれ。おお、もうちょっとなんかちょっと修正点じゃあちょうだい、ちょっとまあ流すわね、もう一回。はいはい、まあ、開始して、あ、まあ、これは間違いじゃないね、でしょこれ。あ、これは OK なの、これ間違いじゃない、間違いじゃない、うん、やっと正しくなった、ようやく、ようやくね、正しい、追いついた、ようやく追いついた、まあまあ、まあ、まあ、ええわ、ちょっと次行こうか。で、はい、ビッグアムってまず何、ビッグアムって。いや、なんか工藤さんよく食べてて、アム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 食べてるイメージあるじゃないですか。そういうことな、口を大きく開けて。いや、イラストはどうしたこれ、ほんで違うちょうどそこにね、ワンピースがあったのよ。いや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 イラストが変わっちゃってるの。も物が変わってんのよね。え、でもよくない？いや、ほんと鼻伸びてない？なんか知らんけど。それはそれビッグアームだからだよ。まあ、まあ、それキャラだからね、一応。あ、そうか。なんで最後、オマオジがね。まあ、こんな感じ、ね。絵柄。もう変わってるから、俺だけテイスト違ってるやん、もう絵柄の、まずが。なんかおかしい。外出た瞬間終わったわやんこれ。ああ、うん、あのブッチした瞬間終わったわ。定期的にオールバッシングじゃん。うわあ、恐怖オールバッシング。風当たり強くてお亡くなりみたいな。もう字余りがすごいんだからそれも。切り抜き見てみたらリスリスリスナーダイラントみたいな。めっちゃ怒ってた、怒ってたけど確かに。すっごい怒ってたよ。いいじゃん。これはでもぶっちゃけちょっとええな。なんかね。悪くないよね。これ悪くないなこれ。悪くないでしょ。これ悪くないな。いいでしょいいでしょ。もうあのちゃんと次の歌ってみたらこれになる気がするから。いや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 決めんといて勝手に。いいじゃん、僕めっちゃ気に入ってね、リスリスリスナーダイラントって。いやいや、あのね、火に油それ一回沈めかけた火がもう一回燃え直すそれ。もう開き直ろうぜ。いや、開き直、もう だいぶ開き直ってるけどな俺今。定期的にオールバッシング受けていこうよ。やで、勘弁してくださいよ。まあこんな感じでね、あの本当に応募いただいてありがとうございます。あ、じゃあ、まあ、2つ目なんかポップではあったね。ポップではあった。でしょ？でしょ？